このリアル脱衣麻雀ホロリはバップですは全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りの半ちゃん1回戦を行い、各半ちゃんのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット。ただし今回は番組名の通り、失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装を脱げなくなった時点でチョンボとなり、8000点のバップを支払わなければなりません。ローワン、ローワン、さてどうするか。いいですね、いいピン両ピン切ればいいですね、はい、ペン3ピン受けよりもね、その方が枚数的には圧倒的に、しかもパワー1はドラですし、ん、切りかけて悩みましたが、そうですよね、はい、あ、これで少しこれで1切る方がいいですけどね、ローワン浮かしといて。あ、はい、あ、出る、あ、出た。ちょっとつまんないんですけどね。つまんないけど上がりです。はい、イーペイコーのみ2000点。あ、親だからまあいいでしょうね。はい、レンちゃんなんで、ね、レンちゃんですから。はい、磯野さん4枚目です。ダマ天にやられてしまいましたね。はいはい、まあしょうがないでしょう、しょうがないでしょう。若干ひょうきんな OL を演じていますが、より身軽になって、ね、手は高いのを上がるというところがいいのかもしれません。難二曲、君島さん、れんちゃんです。ドラは3番、親の君島さんの手はどうでしょうか。2番、2番、数番、数番と手にありますが、これまた食いたんかなんかでいければみたいな感じの手になってますけど、小倉さんは、メンツは一つできてます。2つですね。2つでしたか、ええ、磯野さんは2ピン重なりました。ああ、3枚、ドラを重ねて、あ、まあローワン切りがベターですよね。あ、はい、もう手順通りですよ。ええ、三層一品はいらないですかね。お、ローソー、関数ワンここはね、関数ワン本当は嫌ですけどね。アリチ、はい、数ワン2枚ですか。2枚、1枚ですね。1枚ですか、ええ、ただ日野さんの数番がねちょっと危ないんですよ。確かに日野さんの数は危ないですね。あ、数番1枚、これで君島さんいいの引いたんだけど、はい、あ、これはリャンワンも数番も切りにくいんですよね。切りにくいですね。いや、これは困りましたね。困りましたね、困りましたね。まあ2番切りがまあ手順ですけど、あ、2番きっと、もうちゃんと手順通り打ちますね、はいはい、これでもドラの3番が入ったら数番出ちゃいますよね、ただドラの3、ドラはないんですよ。もうないんですね、えー、うわ、2番はあんこってました。うん、しかし数ワン行ってたらアウトでしたからね。そうですね、3ワンも引く可能性は確かにない。パーソン、マリアワンも切って、ああ、これでなおさら数ワンが危なくなりましたね。リアワンがなくなっちゃったんでね。はい、リアワンにする理由がなくなっちゃった。そうですね、ウーアン引いた時だけドラを切るって言いますけどね、はい、
装引き。さて、シャア。天敗は小倉さんだけです。厳しいですよね。まあ、ワンチャンスですけどね。はい、行きましたね。行きましたね。リャンピン。ああ。なん。山がほとんどありません。小倉さんの一人天敗ということになるんでしょうか。シャアです。日野さんはもうツモはありません。君島さんが天敗するかどうか。天敗しません。あー、イスチーピンに受けてれば天敗ってましたけど、振り天の。そうですね、まあ、嘘を切っておけばよかったんですけどね。そうですね、一人転敗になりました。日野さん残念ながら脳天で2枚目でございますが、何でしょうか。あ、もうブラウスに手がかかってますねっていう感じでね、はい、まあこの後は小倉さんの親になって日野さんにもやが回ってくるかもしれない。まだまだチャンスはあります。はいはい、君島さんが4枚目ということになりますね。いや、今改めて見てこれ紐に気合入ってましたね。紐にね、いよいよ身軽になりました。君島さん、親は亡くなったけどもまだ戦いは残ってます。頑張ってください。磯野さん5枚目です。さてどうするのか、いよいよ行くのか、出るか。お、なんか言ってますね。おお大リャンピン、大リャンピンでございます。南三局、親は流れて小倉さん日本馬で教託が1本あります。ドラローソー。さて3回戦ここまでトップには立っています。従いましてトータルでも小倉さんがトップですが、虎の老僧は小倉さんの手にはない。ちょっとバラバラですねこれはね。あー、でも統一が3つではありますが、ちょっと遠いが、パーワンアンコ、そして6、7、8の想像もできていました。こちら手ぶらで頑張る磯野さんです。何が統一、二刺しのワンズができて案外早い。第一質問はそれほどよくはなりませんが、白からいきます。さてこちら君島さんです。ウーワンにスーワンくっつきました。パーピン、とんぎりです。赤嘘、これですね、これはいい質問。とん、シャアが統一、ペーシャアです。 G1 重なりました。ナンは、まあ、バカゼです。白3番重なってリーシャンテンですね。ですね、はい。なんアンコ、これもイーシャンテン。そうですね、はい、ちょっと他の2人は遅れる感じになってますが、チュン、リャンワンは違う。
C1 ペ、うん、ちょっと小倉さんは手は苦しいか。日野さんと磯野さんどちらが先に転敗かというような雰囲気はありますが、 E1 ですか。ん？うん。ああ。ああ、ローワンが入って白切り。ロービンなかなか手が伸びていかない小倉さんです。ペイ。ドラのローソーです。ああ。ウーソーが重なりましたが、統一がこれで4つにはなったんですけど、この日野さんのドラドラドラさんの手は生かしたい。パーソーを引いてカンチーソーの受けは、ああこっちから先行くんですね。チュン、どうしてもなかなか天敗です。うん。カンチーピン。すごいですね。うん。山に3枚ですね。そうですね。1枚出てるんですけど。ああ、ここにまずチーソー1枚来ました。チーソーが来ていい形にはようやくなったんですけれども、小倉さんここからどう手を進めるか。厳しいですよね。9ピンか、まずは全敗のね、はい、さてカンチーピンがすぐ、うん、すぐにはなかった、すぐにはなかった。うわいい引きです。イーシャンテン2ピン2層です。おー、天敗、ね、3層ドラ筋の3層勝負にいけるか。リーチじゃないですか。はい、まあ行くでしょう ね、 ね、リーチ行きました。サブローワン、カンチーピンとサブローワン、3はこれはイーソーは君島さんには行きにくいかな。あでもリャンソーが3枚出てますか、行きましたね、うん、はい、あーパーは4枚勘ですかね、勘ですかね、勘ですね、はい、何を引いてくるか。これは違う、チーピン、ここにまず来ました。で2枚ですね、はい、サブローワンがね3枚なんです。3枚、いや日野さんがイーシャンテンから長いですよね。長いですね。あー積もった、おーすごい積もりました。リーチ、ナン、積ももうテンパネしてます、はい、あドラがもう乗りましたね、カンドラが、あ乗ってますね、はい、2004戦からですね、2004戦からどれぐらい増えるか、あ変わらないですね、はい、1枚増えただけ、はいはい、2004戦の日本馬、はい、手ぶらで頑張って日野さんが3枚目、さてん、もういきなりしゃがんでしまいました。しゃがむということはタイツいう体勢かな、はい、さて小倉さん4枚目、もうこれはね行くところまで行くしかないですね。補充しなくても減っていってしまうというところがありますが、まあ現在トータルトップなんでここでオーラスも踏ん張ることが大事だと思うんですよ、はい。
さて君島さん、5枚目その不敵な笑みは何ですか、ね、脱ぐのは平気だけど手を見られるのは恥ずかしいと言ってた君島さんですからね、はい、というところででございます。さてオーラスになりました。手ぶら2人という状態で激しいオーラスの戦いが始まります。ドランはパーソーで、日野さんここは連チャンしたい、時間的に早く上がればもう一回あるかというところがあります。いい層から行きました。片手なのでどうしても時間がかかるというところはあります。スーワンリャンマンと並べて9番、これはいらないですか、何からいきますか。さて君島さんです。君島さんはうん、赤ウアンもありますが連チャンしたいというかなんとか上がりたい、これは磯野さんです。君島さんはシャア、流派は泣かなかったですね。パーピンが来てメンツ一つ完成。ウーソー赤ウーピンです。スーワンから行くんですか。これはちょっともったいないですかね。うーん、イーピンとか急走とか切った方が、はい、まあ、赤ウーピン使うならまあイーピン切ってピンズは、ね、一面つって考えた方がいいですよね。想像は二面つまでですから、やっぱりマンズがね、どうしても本当は必要ですけどね、はい、あーウーソーが重なってトイツがこれで5つチートイーシャンテンですね。4、1、2、3、ああ、そっか、うん、チートイーイーシャンテン、イーシャンテン。さて流派2枚目どうする、ね、ポンじゃないですか。ポン泣かない。へー、嘘あんこ、ああ難しいな。ローアンとかですかね。そうですね、しかし君島さんよく泣かなかったですね。そうですね、あチュンは泣きました。磯野さんこっちの方が泣かない感じですけどね、はい、手配的には3ピンが来てここで、あ、統一落とし、統一落としをするとあんこ以外はいかない。あーっと、あーツモスのイーシャンテンですね。そうですね、スーワン、これはもうスーワンですね、はい。シャア、ああ、リーチでしょうね。ですね、積もり三暗号で。親ですからね。はい。え、リーチだと思いますよ。両ピン切りリーチ。そうですね。ですね、両ピン切りリーチ。これだと磯野さんが危ないんですよ。ああ、振り込みましたね。ああ、これ9ピン、9ピン。でもローワン切れるか。うん。ワンズ切れるんだ。はい。ああ、よかったですね。はい。これなら。うん。それでも9ピン危ないんですよね。危ないですね。おお、よくこらえてますね。こらえてますね。9ピン危ないのは危ないですね。ローピン取ってて9ピン10枚切れだから、はい、あまり当たるイメージないんですけどね、パー1は山に2枚いそうですね。あ、はい、あ、缶、
すんごいな、積極的。ドラは、シンドラはスーワン。あーやっぱり打っちゃうね。出ますかね、出ましたね、はい。リーチ、赤い位置。あー乗ってしまった、オヤマンですね、はい、リーチドラ4、オヤマン、日野さん会心の笑み。まだ時間はあると思います。なるほど、はい。いや、手ぶらで気合の漫画を上がった磯野さんでしたが、今は捕まってしまいましたね。あ、ダメっすか、ダメっすか、はい、しょうがないっすね、はい、清楚な OL だったはずですからね、もともとはね。はい、おやまんを上がって連ちゃんの日野さん、いや逆転でこの3回戦終わってもトータルトップになる可能性も十分出てきました。ドラは数ピンです。さて日野さんの手には、うわこれは国士系ですね。あ、だけど E1 と9層と E 層が2枚ずつ、あ、まあ、スーワンとか切るといいんじゃないですかね。これはスー C 層からいきました。あ、うん、いやこちらもすごい端に寄ってます。磯野さんペイが2枚、リューファが2枚、うん、君島さんのところにはまあこれはそこそこできてます。そうですね、はい、あ、ここが良さそうです、ね、あ、小倉さんが一番、おお、これで国士でしょうね。これはもうスーワンでしょう、はい、10周ですね、はい、10周何杯、1、2、3、10周13杯、そうですね、もう全部八百中杯しかないですから、ね、はい、珍しい、珍しい、二巡で二巡で10周13敗オール八百中入ってる、はい、すごい珍しいですね、すごいですね、これは。へえ。さて3ピン、あとは E ピンと白とシャーとシャーハク E ピンですね、シャーハク E ピン、ええ、白がここにいる、シャー、シャー、シャーどこにもないじゃないですか、シャー山ですよ、全山、うわすごいな、 E ピンも三枚山、白も三枚山ですよ、本当だ、これはすごい、これは、これは親の国士、親の国士が現実味は十分にあり、まず白が一枚出ましたがまだ三枚あります、と言いながら他の人も手は進んでいます。あ、白ここに流れました。さて、リアンピンは違う。うわ、二差しできましたけども、これ。はい、キューピン。キューピンは日野さんのところにはあります。パーは。あ、でも。そうなんです。早いんですよね。早いんですね。シャーがここに行きました。あ、さあどうだ。いいピン来た。いいシャンテン。いいシャンテン。イーシャンテン、すごい、どっちを切っておくか。そうですね、はい、もう八百中杯が余り出したという赤ウーピンが入った。うん、リャンソーを切り出しました、うん、あ、テンパイ、テンパイです、リーチです、6球走ですから、これ最後もしテンパった時に球走を残さないと放銃になってしまいますね、日野さん、ええ、ね、まあ E1 が現物なんで、はい、あ、そうですね、大丈夫です、とりあえず大丈夫です、アンコンない限りですね。お、これもテンパイ、貫老走、貫老走でウーピンは切りにくいですね。そうですね、まあ、地層ぐらい切る手はありますよね、チーソーかウーソーか、うん、あー、チーソーはあれか、自分の目から4チーソー4枚目だからウーソーかな、うん、それでウーピンにくっつくと単品3色もありますもん ね、あるんでね、ありますもんね、はいはい、
怖いですよね。何にもウーピンでテンパイに行く、あ、そう、それももちろんね、手としてはあります、はい。まあ、地層がね、自分の目から3枚見えてるんで、普通老僧とかいいんですよね、はいはい。だからまあテンパイ取る方が、あの、もう絶対無難ではありますよね。実際老僧は全部山、本当だ、はい、なんと4枚山ただね、君島さんも路中層待ちですからね。そうですね、ああ。まあこうやってやっぱりね、麻雀知ってるとね、こういう風に打つんですよ。はい、日野さん転敗したい。白、わ、白3枚目が出てしまいました。山がずれてる。白引けばね、すごいんだけどな。はい、うーん、パーピン行きました。引けるか。9番ではない。まあ、9番で、まあ E1 ですね、E1 ですね、はい。これだと9層が危なくなりましたね。ちょっと危ないですね。ワンチャンスですから、9層はね。はいはい。9万の方がちょっと切りにくいですね。パー1切ってのリーチですね。ね、そば店とかもあるかもしれない。そうなんですよね。おー、引いた。おー、引いた。行くか。これはリーチでしょうね。行くか。サブローピン高め。行かない。行かない。はあ。いやー、リャンピンも。行ったらこれ一発だったですね。3ピン行くでしょうから。あ、いや、でも急走はね、先だったと思いますよ。あ、やめるんだ。やめたらすごいな。うん、やめたらすごい、いいシャンテンですけど。ここは、まあ、白が3枚切れなんでね。うんうん、確かに確かに、もうやめて自敗をガンガン切っていけば振ることはないと。お、9万の方やろ。9万で行く。すごい、この判断がすごい。絶対急走だと思ってた。ねえ、地層3枚切れてるんですよ。ねえ、そんな、これ白引いたら大変だな。大変ですね、はい。さて引くか。3万です。3万いきます。チュン、引いた。これは3ピン勝負以外ない。うわー、しゃー、これはすごい。これすごいですね。すごいです。シャーンで上がったらすごい。だって2枚いるんでしょこれ。はい、6球層多いんですよね。6球層多い、5枚いるんですよ。ただ球層が頭、おわ、勝負、うわ、サブリューピン勝負。今3ピン出たばかり。3層は通ります。いや、しゃ、ああ出た。日野さんすごい。すごい、いや、まずあの球層を残したことがすごいですよね。すごいね、ちょっと、ええ、神がかり的ですよ。はい、ラスハイ白を引っ張ったのもすごいし、2つスーパープレーがありましたね。ええ、4万8000点出ました。すごいすぎる、すごすぎる、すごすぎる。いやー、すごいな。3回戦トップというか、もうなんというか言葉もないぐらいのすごいことをやってくださった、はい、日野さんでございます。はい、ありがとうございます。もういろいろ伺いたいんですけど、うん、頭を急走にした理由は何ですか。なんとなくですね、本当にもうなんかもう上がれる気なかったんで、私上がれる気なかった、はい、そもそもあのハイパイが来た時点で、うん、はラッサの親番でこれ最後なのに、うん、国士、ね、狙えるけど国士って上がったことないですよ私。ああ、そうだ、え、はい、
それを何こういう公に見られる時に上がった、はい、今まで国試をやってきたんですけど、うん、結構な確率で狙ってきたんですけど、うん、1回も上がったことなかったから、うん、このハイパー来てうわもう嫌な予感って思って、うん、もう本当に上がれるって思ってなかったんで、うん、なんで頭を急走にしたとか、うん、もう本当に勘です。勘ですか。ね、あそこすでにチーソーが3枚切れてるから、はい、9番よりチーソー9層の方が通りやすいだろうなというふうに実況席は言っていて、はい、とすると9層で行くだろうなと言ったら9番に電話がかかったんでね、うん、おーこれはしかも4枚目の白引いたじゃないですか。そうなんですよ、白引いてこいつはツルツルだったんで、ああ来たこれは来たんじゃないってそこでやっとちょっともう3品勝負ですよね、あれはね、はい、もう勝負ああで行けました、ね、いやいやびっくりしました、まさか、うんうん、その親の、うん、ラス親の1回目、うん、何4曲かの1回目の時、うん、あの 裏がね乗ったのも大きかった、はいね、うん、あそこからちょっとあのなんか勢いがついたかもしれないです。そうですね、いやいやもう本当にこの話だけで20分ぐらいできそうなんですけども、この辺でね、はい、もう次の4回戦もまたありますんで、その前に日野さんにはここでトップのご褒美としての PR タイムです。はい、1位取れました、イエーイ。はい、ということで PR タイムは、私最近 YouTube を始めまして、日野マイチューブという YouTube を始めました。で、サウナに行ったりとかラーメン食べたりとかお料理したりとかなんかいろいろやってますので、皆さんぜひチャンネル登録と再生たくさんお願いします。バイバーイ。最後まで何が起こるかわからないのがリアル脱衣麻雀だ。最後に笑うのは誰なのか。次回チャイナ服対決お楽しみに。